物周りのリメイク、ウイスキー樽の部材を使って貼り付けていこうかな。僕石を積んでいきます。おはようございます。本日は朝早くから行ってもらいたいとこがあって、一緒に見てもらいたいものがあって車で移動したいと思います。じゃあ行きましょう。はい、ここです。山梨県の、鳴沢村という、川口湖に近いところなんですよ。つい最近まで仕事をやったところなんで、ここを掘ってもらいたかったんですけど、ね、ちょっと今こういう状況なんで、うちのスタッフだけで仕上げてしまったというところなんですよ。だけど結構面白かったんで、はい。ここは一応なんて唐菓子の宿泊施設という形でトラビラというところです。はい、そうなんです。このこういうちょっと自然の中の立地の中で、この雰囲気を味わいきたい、より一層味わいきたいという形にちょっとリメイクしたところなんです。はい。だからこれは多分撮りたかったのかなと思って、一応自分たち のスタッフに一応こうやって撮っときましたもんね。コバちゃんとカンタロウが今まで撮影の仕方を見てきてますから、だから見まねで要所要所は撮影させておきました。それをちょっとね、どういう編集つうか、足りない部分も結構あると思いますけど、彼ら仕事やりながらですから、要所要所撮ってあります。はい、撮ってあります。はい使えるかどうかは分かんないですよ。それでお願いしようかなと思いまして、ちょっと連れてまいりました。はい。そこの建物周りのリメイクをしていきたいと思っています。もう一つはその塀自体を朽ちちゃって、これをちょっとデザイン的にずっと変えるという、一応ワインダルを今回ワインダル の全部枠を取った一つずつの部材を使って貼り付けていこうかなと、こういうところだから雰囲気的にも合うかなという感じですね。
ボイドで現場打ちしたところは全部僕石を積んでいきます。今日はね、ちょっと材料を取り、僕石のやっぱり溶岩石のちょっと小ぶりのやつ、一小ぶりぐらいのやつをちょっと購入したいと思って、ちょっと赤と黒の溶岩石を一応今日チョイスして買います。ちょっとこうやって採石でこれ洗えば綺麗な赤っぽいのが出ますもんね。だからちょっとあんまり大きいやつよりこのぐらいの小ぶりのやつにちょっと今回使うやつは貼っていきたいと思うんです。まあここである程度その酔ったやつ酔ってます。ちょっとこのぐらいのでも構わないんだけど、こういうのはもうちょっと下の方に積んでいく形です。だいたい手で掴めるぐらいの、もしくは拳ぐらいの形が一番ちょっとデザイン的にもいいかなと思ってます。はい、今回はちょっとワインダルの部品を使って変装を作っていこうと思ってますから、まあ丸々とワインダルを一回分解しちゃいます。樽のこれを使っていきます。このちょっと自然樽の R を利用した形で、あとこの金具とこの輪っかも、まあ、デザイン的に入れていこうと思ってます。あったやつをまた取り付けます。こういう形になります。そうやって2つをこう打つよ。
まあ、ここはもう一番ソラビラさんのメインになって看板という形で、まあ、オーナー自体がシンガポールとマレーシアという形で、あちらの方で長く住んでおりました。日本の方で、はい、ですから、まあ、ちょっとそっちのイメージもあって、まあ、植物に関してはある程度そちらも、だからちょっとね、まあ、夏の雰囲気っていうか、ソテツに関しては雪囲いをしてこう保護しますけど、冬の間はだいたいもう休館になるんで、まあだいたい4月ぐらいからオープンになりますので、そうですね、春先になったらまた絶えず毎年植え替えるっていう感じになります。まあそれを加味した上で一応植えてます。はい、でこれがそうなんですけど、このフェンスは位置関係はこれと前と同じだったんです。柱の基礎はそのまんま昔の基礎を使った形です。でこのライトもそのまんま再利用です。はい、でこれがウイスキーダルの天板と底のやつですよね。でウイスキーダルの周りを止めてあるベルトがこれです。この金具です。それを分解した形でデザインした一応フェンスです。この支柱は丸太だ、その丸太だけをずっと言うのもあれですから、ライトの部分はちょっと強調するために地元のこの溶岩石を、だからまあこういうここにこんなもんですよ。もうこの辺に採石用に、こっちではもう普通のようにあるやつです。この材料を一応、そうそうです。もうこの辺はもう富士山の噴火で、富士の溶岩です。だからここに石積みしてあるのも大きい。だからここはもう掘れば全部、この立地においては全部溶岩石が露出してますから。ウイスキーだと20個ぐらい。もっと昔は手頃にこれが安く手に入った時代があったんで、そういう時は竹の代わりに四つ目のような感じで感覚で庭に使ってましたから、まあそういう時に こちらのお話があった時には一番これが合ってるってピンときましたもんね。それでちょっとデザインに、そうですね、この雰囲気だったら絶対に合うなという形で、おいしいでしょこれね。もうここがフラビラの入り口になります。フェンスは一応こういう感じで。